j w e b ラジオドーナツここからの時間は東京東京フェスティバルクリエイティブファイル2020年に向けたさまざまな文化プログラムの中からラジドリスナーの好奇心をくすぐるイベント展覧会などをご紹介していきますはい今週は東京東京フェスティバルスペシャルでございます、はい、演劇文化にですね精通しているアナウンサーの中井美穂さんにお越しいただきましたこんにちはよろしくお願いしますしお願いいたしますお願いします 光栄ですねお忙しい中ありがとうございます本当ですよなんか綺麗にちゃんと喋らないとっていう気持ちで同業者って嫌ですよね大丈夫です大丈夫です気持ちだけで結構そうですか分かりましたお気持ちだけで大丈夫でございます普通でえあのね今ね演劇というねキーワードが出ましたけどえ中井美穂さんはですね読売演劇大賞の選考委員 それから東京都の文化プログラム推進部会の委員などを勤めてらっしゃるということで、はい、お芝居というか演劇はもともとお好きだったんですかもともと好きですねあのガラスの仮面という漫画ありますよねあれでハマりまして<ー>もうあれと小学校の時の学芸会体験、えー、学芸会体験でもやる方は もうなんか一回だけ見学に行ったんですけどそういう子供劇団みたいなそれはまだ子どもの頃でにそうです小学生の頃親に連れてってもらってで見に行って絶対無理って思いましたそのなるほど女優プチ女優みたいな人がいっぱいいてこれは無理だってなってそこからはもう見る一編とあと演劇部でも演劇部には入ってらっしゃるそうですねだからスタッフ 小道具とかみんなで絵描いたりとか役も一応やるんだけどちょい役っていう人生そうでも演劇部にいたってことはちょっと舞台裏なんかも知りつつスタッフ的な気持ちもやっぱりあったりもしますので中高演劇部。 で大学は日本大学芸術学部放送学科っていうところに入ったので小山くんさんと同級生なんですよねくんちゃん我々ついうっかりくんちゃんって言っちゃうんですけどくん先生がもう今やねそうですよ昔からでもスターでしたよ小山くさんそうなんですねそうそうで後アナウンサーになられるわけですけれども演劇を見る方の活動っていうかねはずっともう続けてらっしゃってずっとですね自分がやるということはもう全くなくとにかく見に行っては よかった今日は当たったとか、うん、全くダメだったとかこう一喜一憂しながら1年間を送るってもうのが<ー>私のここもね<ー>どういうタイプの演劇がこうお好きなんですかいろいろあると思うんですがやっぱりなんだかよくわからないけど圧倒されましたとか、うん、そういうなんかその人の動いてるエネルギー動かなくてもいいんですけど、うん、やっぱりこう今生身の人間が目の前にいて起こりうる。うんうんうん ここととがが演劇なのでで、うん、満足しさせてくれることがいいですね、うん、ただ自分の体調とか前になんか嫌な人が座ってるとか、はい、座高のすごい高い人とかビニール袋がさがさする人が座ってたり <laughs> 途中でアメちゃんをビリビリやる人がいたりすると <laughs> はい、はい。 集中い,いのにっていう、ね、当たり外れが結構自分の中でいいろんんな要因で多いんで多すそ,うそこを乗り越えた時に宝くじが当たったかのような一瞬が訪れるっていう,う,う面白いさ <laughs> それで我々ですね、はい、毎週東京東京フェスティバルのプログラムをいろいろご紹介してるんですが、はい、その演劇というテーマで言いますとですねこちらにもパンフレットありますが「はいえー、東京芸術祭2019」。 はいえー、まさに今日からですね11月にかけて、はいえー、数々の本当にね多種多様な演目がもちろんお芝居もありますけどダンスだったりとかねと外国の方の作品とかもすごく多いんでですすすよね、うん、そうですねすごく大規模なフェスが開催されるんですが、はいえー、中見穂さんはこれに関してはなんか注目すべきポイントはありますか、はい やっぱりよくよく見ていただくと分かるんですけど2日間だけとか3日間だけとかあるいは1日だけっていう演目からまあ大体1か月ぐらいやってますよみたいな演目もあるのでそこをまず注意して見ていただける自分が絶対に行ける日にちの中で選ぶっていう選び方が一つとあとはそのジャケ,替えジャケット買いみたいにここにあのこうね写真が載ってますけこの中でピンとくるものあるいはタイトルで。 何これっていうこれ面白そうでもいいですけど何これ気持ち悪いとか、うん、何これ嫌だとかそう何でもいいんですよ何か感情がスッとスッこう撫でられるとかる、まあ、ちょっと動く,っいうか動くものを見つけてもらってそれを見てみる。うん、どううしててもも知ってる人のものみたいいじゃなでですすかそね,えね役者の人が知っている、えー、テレビに出ている役者さんが出ているとか。うんうんうん 演出家の人人有名な人とか、うん、でもそうじゃないものの中にこそ自分が見つけた喜びみたいなあ,<ー>あと世界は広いねってい単純に驚きとかが待っていると思うので、うん、そうですねやっぱ自分で普段ね、あね、はい、チケット買って見に行こうっていうのはどうしてもやっぱり好きだったりとかっていう風になっちゃいますけど、うん、この、ね、東京芸術祭2019の意味としては、はい、そういう多種多様なものに もしかしたら出出会会いいいちゃうかかもしれなですら演劇って3,000円ぐらいでねものによりますけれども見られるものもありますし当日券も出るものもあるのでで今ねお話ありましたけど海外のものでいうと東京芸術祭ワールドコンペティション2019ということで各国ですねからオーストラリアスペインあとどこだチリとかねあと日本からのね お芝居もあるみたいですけどこうハウリングガールズっていうのが面白そうだなと思って俺はオーストラリアから来てますねこれ言葉がないオペラって字幕なしってことはもう本当に動きのみっていうことなんですかねセリフのあるものは必ず字幕が入りますのでそこは安心していただいて大丈夫なんですけどやっぱりノンバーバル言葉がないダンスであるとかまあ歌声でもその歌声にも言葉が入らないわけですからスキャットみたいなのかなとかね見る前からなんとなく こうちょっと好奇心をくすぐられる<ー>ハウリングガールズですからはい、はい、どんなことになっているのやらあとその下の 可能性は風景の前で姿を消すっていう。すごいタイトルですね。すごいタイトルだし、この写真が謎すぎて。えっとね、男性かな、立ってるんだけど、なんか被ってるんですよ。顔にこれ、これ、何。ゴミ袋。いわゆる、あのショッピングバッグ的なやつ。あ、そう、そうですね。ちょっと持ち手がありますから。ねそうですね。わかんないんですけどね。え、まあ、他にもいっぱい。タイプが。ありますね。 ということで、今日ご紹介しました東京芸術祭2019は、本日より11月23日土曜日まで、豊島区池袋を中心に開催されます。演劇やダンスをはじめ、伝統芸能、海外招聘プログラムなど、多彩な舞台芸術をお楽しみいただけます。詳しくは、東京芸術祭2019の公式サイトをご覧ください。はい、今日は中井美穂さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。